副市長時代に課題と思っていたこと、道半ばのもの、待ったなしの課題もたくさんあり、佐賀市の将来のためにすぐにでもお役に立てることがある。佐賀市長選挙への立候補を表明したのは、鹿嶋市出身で新人の馬場紀之さん、60歳です。馬場さんは九州大学農学部を卒業後、1986年に農林水産省に入り、九州農政局地方参事官などを務めました。また2016年からおよそ2年間佐賀市の副市長を務めていました。会見では、市民が主役のまちづくりを目指し、国とのパイプも生かして、特に洪水対策に力を入れたいと意気込みました。佐賀市長選挙をめぐっては、現職の秀島敏行さんが立候補しない考えを表明していて、これまでに馬場さんを含め新人5人が名乗りを上げています。